ジェリファは、アルジェリアのジェルファ県の県と、古代都市の原場と同じ場所で、ラテンカトリックのティチェラーシーが残っている。2008年、の人口は約33.9万人だった。国道1号線と国道46号線が、交差する。アルジェリアの北中部のウレットネイル山脈の中に、位置する。ブーサアーダ町とログアト市の間にある。ジェリファは、 北の乾燥した草原の高地平野と南の塩湖やサハラの間にある、繁栄牧民社会のウレットネイル人同盟の家畜市場として機能していた。新石器時代のゼルファの芸術周辺地域は何、世紀もの間ウレットネイル人の土地で、彼らは黒と赤の島のテントに住み、ムハンマドの子孫であると主張している。紀元前7000年紀元前5000年の 新石器時代の洞窟壁画が豊富である。ジェリファの北では岩塩が採れる。西では巨石の葬儀施設が発見された。ファラバはヌメディア族修行期には重要な都市だった。11世紀、ズイール町に対抗してファーティマ町はバヌーヒラル族をトリポリタニア、チュニジア、コンスタンティーヌ県に派遣した。1852年、フランス軍がジェルファを建設した。 ビシー政権下の1941年から43年まで強制収容所があった。ビスクラやエム・チーラ、サハラアトラス山脈にウレットネール人が住んでいる。ステップ気候に属し、暑く乾いた夏と涼しく湿った冬が訪れる。雪は珍しい。ありがとうございます。